重力分岐からフィニッシュ。アフレコでお伝えしています。えー、ここですね、重力分岐に到着しましたですね、正面、えー、鉄塔の足を見て、右側に置いていくのが、ハ、えー、でスね、30系の、えー、新コースに。 なりますね。で、この、えー、この日はですね、あの、マーキングがちゃんとしてあったので、えー、ここだなって分かったんですけど、実際このマーキングない時に行くと、多分これどこを出てったらいいんだよって分からないぐらい道じゃないんですよ。<laughs> で、実際これ、あの、登山道っていうか、地形図って、 的ににはは地形図の上に道はちゃんんと表記してあるんですよでも登山道としては機能していない道を、えー、鼓動再生みたいな感じで、えー、無理やりこう起こしてコースにしたっていう感じの道なんですけど、まあえー、ご覧のようにですね道としての機能が果たしていないところを、えー、無理やりコースを作ってる感じになるので実際ここに道があったかも分からないようなところなんですけど、まあ、多分この辺だろうっていう感じで道ができている感じになってますね。なのでその歩くには非常に 非常になんいこので、えー、マーキングがない場合はですね、この動画をこういちいちこう確認しながら進んでいく感じになると思うんですけれども、えー、結構ですね、踏み跡、逆そうにも踏み跡がないっていう、えー、ものすごい状態の、えー、エリアなので、これ誰が見てもこれ、えー、遭難してるだろうっていう <laughs> イメージですね、道迷いそうなんでさまよってるんですかっていうようなイメージなんですけど、えー実際 実際は実際のこの30系の設定されたコースを今進んでいる感じになりますね。で、これマーキングに沿って今進んでいます。で、実際はまあ、えー、っと、思想でまあ、数百人の方は走っていると思うので、まあ、道らしきものはもう今現在はできていると思うんですよ。これはもうコースが発表になって、えー できましたってこう発表になってすぐ入った時のタイミングで撮った動画なので、まあ道らしきものがない状態で、え、お送りしてたので、え、ちょっとですね、これはわかりづらい部分があると思うんですけど、まあこの辺まで来ればね、なんとなくこっちかなっていうような感じに道ができてるので、まあそっちの方に進んでいくと、あ、マーキングあったあったっていう感じで <laughs>、え、え、道が見つけられる感じになるんですけど、あ、もうこの辺だとだいぶね、え、道として機能してるような、えー、 ところに出てくるのかなっていう感じですね。で、これ、あのー。 なん登山道みたいな感じになってるんですけど、実際はこれ水が流れてなんか道みたいになってるっていうだけで、で、まあこの辺はまあ,あの畑の作業道とか、えー、と山、山の中作業の、えー、作業道みたいな感じで多分使ってる道だと思うので、まあ道,、まあ、道なんだろうなっていう感じなんですけどね、こ右手に畑,畑とかもねありますしね、まあここはまあ普通に作業道なんだろうなって感じですけど、で、ここが一応、えー、登山道の入り口らしいです。<laughs> はい,いお。おそらく登山道の入り口なんだろうな っていう場所になりますねでここからですね、えー、そのまままっすぐ、えー、道をですね降りていただいてで突き当たりになりましたらこの突き当たりはですね、は、え、ぜ、ー、ね30系で旧はぜね30系のコースで序盤に駆け上がっていった装い、えー、道なんですね。でこれをですね、えー、左の方向に下っていく感じになりますね。 という感じでですね、えー、ここからですね、進んでいく感じになるんですけれども、ここはですね、まあ、本来、旧八0年三十系で、まあ、ドバーって駆け上がってきた道なんですけれども、まあ、ここをこう、今度はですね、ぐわーって下っていくんですね。で、これ右手にですね、えー、おトイレが 公衆トイレがございますねでここ、えー、長い登山道ずっと走ってきて、えー、おトイレ我慢してる方もいらっしゃると思うので、まあ、ここでとりあえずですね、おトイレ済ましてから、えー、終盤臨んでいただければなと思いますね。でちなみにあの右にあったトイレの横にある建物なんですけれども、あれはの地中海料理、えー、要はそのパエリアとか、えー、そういう系の料理ですね。それが、ね、結構かなりですね美味しい店になってますので、ぜひですね、一度、えー 寄っていただければなと思いますね。かなり美味しいお店。この辺だとね、わりと有名なお店なんですよね。はい。という感じでですね、えーえー、道をですね、ずーっと下っていくんですけど、意外とここがね、長いんですよ、えー。2キロぐらいあると思うんですよね。2キロぐらい、2キロぐらいの、えー、道をですね、舗装道ずーっと下ってい。 で,で、えっ、ー、と、やがてですね、この橋があるんですよね。この橋を渡ったら、今度また右に曲がっていく感じなんですけれども、そこから先がね、またね、ちょっと難しい道になるので、えー、しっかり見ていただきたいなと思いますね。ここですね、橋を渡ったら、えー、こう右に入っていくんですけど、あの奥に見えるですね、青い橋があるんですけれども、あの橋がですね、えっ、ー、と、 サワ戸橋ですね。サワ戸橋っていう橋なんですけれども、そのサワ戸橋は渡らずに、その手前の下に降りていく道があるんですけれども、その散策路に降りていく感じなんですね。結構ですね、分かりづらい道なので、ちょっとこれ動画しっかり見ていただきたいなと思いますね。この手前のこのお店があるじゃないですか。お店のすぐ向こう側っていうんですかね、そこをですね、下にこう、右に降りていく。 っていう感じなんですけれども、えー、分かりますかね、えー、非常に分かりづらい道なので、こうドバーって走ってんと思わず通り過ぎちゃうような、えー、そんな入り口なんですが、ここですね。ここなんですけど、一応下にね、あの道路の表記はあるんですよ。散策路っていう表示は、えー、あるんですよ、ね。で、まあ、道標も立ってたりとかもするので、まあ、一応その整備されている、えー、しっかりとした、えー、登山道というか散策路ですね。でこれを進んでいきます。 トン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 とこう進んでいくんですけど、まあ、道はね、しっかり整備されている道なので、今お年寄りもね、結構ここを散歩に使うような道なので、まあ、すごいしっかり整備されている道だと思いますね。だかまあ道が、なんか石がゴロゴロしているような道とかではないので、そのまま進んでいただければなと思いますね。で、これは正面通行止めになっているので、こちら、迂回路方面に右に、まあね、登っていく感じですね。ここからですね、27キロぐらい走った足で、 えー、かなり過酷なですね、えー、上り坂が始まるんですよ。で、この上りがね、意外に長いんですよ。<laughs> えー、で、もう散々足使ってきて。 さ使わせといて、ここかよっていう。しかもなんかね、足場が悪いんですよ、ここ、えー。雨が降るとね、結構水がこう流れるようなところなのでですね、結構ゴロゴロした石が結構あったりとかして、えー、非常に足場が悪い。これ、小峰公園方面、えー、に行く感じですね。こう正面、えー、左の方っていうんですかね、迂かいの方に行っちゃうと、えー、リバーティオの裏口に出ちゃうので、ここは進まないで、えー、こちら、右の方向ですね。えー、まだまだ、えー、こう斜面を登っていく感じ。 ますねこれ雨が降るとね水がこうどんどんこう集まってきてほんと川みたいになってくるところを走らなきゃいけないっていう感じでですね雨が降った次の日とかもですね結構ちょろちょろ水が流れたりとかしてえ靴が非常に汚れやすくなるっていう <laughs> 道なんですけれどもまあここの道をですねこう登っていくんですけど意外とねここねシャードきついんですよなのでこう駆け上がっていくのは本当ね足が残ってないと駆け上がれないぐらい結構、えー きつい登りなんですよね。いまあ、今くまえほどじゃないけど、まあ、走れないシャドウじゃないけど走るとつれえなっていう、えー、シャドウなんですよね。<laughs> はい。なので、まあ、ここはちょっとですね、ゆっくりゆっくりこう進んでいただきたいなと思うんですけど、逆にここが走れたら、こう終盤ですね。本当に終盤なんですけど、ここ走ると結構な人数抜け抜きがするんですよね。だからここを走れる足を残した人は、えー、終盤結構ぐわっと、えー、リザルトが上がるんじゃないかなと僕。 思ってるんですねでここまで来ると結構シャドウが緩くなってまもなくですねまた、えー、分,分岐が出てくるんですけどもそれをまた左に行くんですね「日向峰分岐」って言ってこう派手ねの本当に序盤の序盤高毒くのちょっと先の、えー、分岐になるんですけれども、えー、そこに出てくるんですね。 ああここかっていう感じですけど、ヒューガミネ分岐たまり、えー、よく破手ねのコースには出てくるんですけど、えー、なかなかこの分岐を使う機会ってないと思うんですけどね、えー、ここがですね、ヒューガミネ分岐っていうところなんですね。はい、ここですね、ヒューガミネ分岐になりますね。これをですね、V 字に左巻きに戻る感じになりますね。えー 朝はですね、朝、つがスタート時はここを、か、えー、けんを登ってこう上に上がっていった、えー、変電所の方に向かっていったんですけれども、今、ぐるーっと回って、ここでまた元に戻っていく感じになりますね。で、ここから、えー、しばらく進んでいくと、もうこの辺はね、だいぶ緩い下り坂で、でえー、とトレードも安定してる道なので、えー、非常に走りやすい道だと思いますね。で、これはの、ふるさと納税で、えー、整備された砂利道ですね。 えー、なかなかそれ知ってる人少ないかもしれないんですけど、あのね、看板があるんですよ。これ、ふるさと納税で整備しましたっていうなんかちゃんとね、ご丁寧で看板があったりとかするんで、あ、ここかみたいな感じで、それはわか,かっていただけると思うんですけど、ここ、紅徳寺到着ですね、えー。左が高徳寺になりますね。これ、あの、10月ぐらいに来ていただくとね、ものすごい綺麗なイな胃腸が、ドーンっていうでっかい胃腸があるんで、ぜひですね、これ、秋のシーズンですね、紅葉シーズンに来ていただければなと思いますね。10月の中 標準ぐらいが見ごろなのかな。えそのぐらいのタイミングできていただければいいかなと思いますね。で、あのこれですね、あのこっち側来ちゃってるんですよ。これあの旧ハセセネ三十 K のえフィニッシュ最終部分なんですけれども、え実際なんか21年のセ の時時はあれはもう右ににに曲がっっててこうう朝スタート時に登ってきたた道をまた元にえこう戻るような感じらしいで、すねでこれはですね、申し訳ないんですけど、この旧セ折ネ30系の最終部分のコースでご案内となるんですけれども、そこをえ左に曲がってですね、これを突き当たりまで行くと、リバーティオの入り口になりますので、それを左に曲がっていくと、リバーティオフィニッシュっていう感じになるんですね。で、ここずーっと下っていくと、ヘーベルハウスを抜けて、こう リバーティオの交差点になりますのでこれを左に曲がってフィニッシュ地点に進んでいただきたいなと思いますね。でもうしばらく行くとですねま、えー、もなくフィニッシュ地点なんですけれども。 ここですね、僕、あの、昔、ここの10メートルぐらいのところですね、5、5、10人ぐらいにドバーって抜かれたんですよ。そしたら、1001番になったっていう、なんか、面白い、えー、笑うしかない事件、事件が起きたときがあったんですけどね。<laughs> あれはもう本当、笑うしかなかったですね。はい、こう、フィニッシュになりまして、これ、左側に、こうお、えーなんですね、乾燥症の T シャツとかですね、えー、お土産をもらうような場所があって、で、正面真ん中でチップを外して、えー、お疲れ様でしたのフィニッシュって感じですね。 お疲れ様でした。は発電30件システ頑張っていただきたいなと思います。